皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。この度ですね、株式会社 N3 さんが行っている N3 エンターテインメントさんとマネジメント契約を行いまして、プロダクションに所属することとなりました。少し前から契約はさせていただいてるんですが、ご報告は今となりまして、今後はですね、ずっと個人でやっていたお仕事は基本的にはその N3 エンターテインメントさんを通してのお仕事依頼をいただく形になります。で、初めて、そのなんていうんですか、タレントって言い方もわからないんですけど、そういう会社さん、プロダクションに所属してもらうにあたって、なんとアーシャ撮影を初めて行いました。アーティスト写真、宣材写真っていうんですか、その模様をですね、ちょっと撮影していたので、ぜひご覧いただけたらなと思うんですが、めちゃくちゃ恥ずかしかったし、ちょっと普段とは違う私の見た目みたいな感じで、撮影したので、どんなアーシャが出来上がったのか、ぜひご覧ください。初めての人からされるメイク&今日はアーシャ撮影になります。アーシャって何？アーシャって何？アーティスト写真の逆です。おい、もう知らない。みんなアーシャ写真、アーティスト写真の逆です。癖あるな。ああ、そう読むかみたいな。あげるよ。いや、これ違った。乗るんかい。おでこと顎にキビがなんかできちゃって。すごいですね。女性のそんな接近感みたいな。でも大丈夫、カメラが美肌機能オンになってる。なるほど。そんな汚く映んないですよね、それ。でも編集すんなよ。そんな携帯みたいなことを言ってるんですか。めっちゃ綺麗に映る。小倉選手、元カメラにもそんなのが搭載されたんですね。そんな機能ありました？ズームに。ズームも美肌機能できるんですよ。いいの？このだいぶすごいけど。マスカラを塗ってます。女子が一番見られたくないし、割とそういうの出していきたいと。なるほどね。これ目が置く。先ほどだいぶ荒れました。いかがですか、まこちゃん。どうしますか。とても綺麗よ。わあ、30歳になりました。いい感じ。めっちゃいいじゃん。あー、美人、美人。やだ。綺麗よ。なんかあるよね、変身、お昼の番組の変身コーナーみたいな。なんかこう家族に家族出てきます。そう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 。あーちゃんみたいな。みんながああいう気分、こういう気分なんだろうな。この見慣れない誰みたいなの感じですよ。こういう感じで行こうかなと思っております。 ありがとうございます。はい、こんな感じで、なんかもう今の感じとも全然違う、ちょっと大人みたいな、大人しめなみたいな、もう今年30になりますみたいな、なんかそういう写真に出来上がったんじゃないのかなというふうに思います。で、先ほども言いましたが、今後のお仕事依頼というのは概要欄とか、基本的にはその SNS にも貼ってあるように、 N3 のメールアドレスにいただくようにお願いいたします。それと同時にですね、結構お問い合わせをいただいてたんですが、お手紙などを送りたいんですけど、どこに送ればいいですかっていうことがあったんですけども、
なかなかずっと個人でやってて自分のお家の住所を公表するっていうのも難しかったので、申し訳なかったんですけどもお断りをさせていただいてました。ですが今回、プロダクションに所属することによって、プロダクションの会社さんの住所に送っていただけると私の方に届くので、もし送っていただける方がいるのであればそちらまでお手紙をいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。で、プロダクションに所属することによって今まで、できなかった私一人の力じゃできなかったようなこともできるようになってもっともっとこういう車椅子とか障害があるからなんとできないとかそういうのがなくなるようにもっと壁がこうなくなって何でもいろんなことに出れるとかできるとかっていうふうなことができるんじゃないかなと思って会社さんの力を借りれたらなという思いで今回は契約させていただいたのでこれからもっとたくさんなかなか個人ではできないような楽しいこと大きなことをできるように頑張っていきたいと思いますので皆さん今後とも応援よろしくお願いします。ということで、今日は写撮影の動画とあとプロダクションに所属したよというお知らせでございました、はい、今日も本日も最後までご視聴ありがとうございました。